発光する夜のミルマウンテンスターミルマウンテンスターはアメリカ合衆国バージニア州ロアノークにある星形の伝統ロアノークスターとしても知られるロアノーク市内のミルマウンテンという山の上に1949年に建設されたもので人口でイルミネーションが施された星形の照明としては世界で2番目に大きなものであるテキサス州エルパソに エルパソスターが完成するまでは世界最大のものであった。しかし、エルパソスターは地面へ水平に横たわっているため、ミルマウンテンスターは直立している人口の星型の照明としては世界最大であるという意見もある。ロアノークはこのミルマウンテンスターにちなんで、スターシティという愛称を授かっている。1949年、ロアノーク商業協会は、 クリスマスの買い物シーズンのスタートを景気づけるために、ミルマウンテンの頂上に、ネオンで輝く星を建設することを決定した。この建築物は、当初から常設を前提に計画されていたものの、イルミネーションを一年中点灯させるか、それともホリデーシーズンだけにするかについては、なかなか決定を下せずにいたが、結局、商業会議所と商業協会は、 スターが大きな支持を得ていることから一年中点灯させるという結論に達した。スターの建設が商業協会の功績によるものであることは確かだが、もともと誰がこのアイデアを考え出したのかという点は、未だに不確かである。当初、スターはすべて白色に彩られていた。1976年、アメリカ合衆国200周年記念の一環として、 最も外側が一列の赤色に、その内側が二列ずつの白色と青色に変更された。通例、ネオンは全、色が一度に点灯されるが、時折、それぞれの色が繰り返し1、2秒ほど点滅したり、まず内側の青色のネオンが点灯し、その後白色、赤色と順番に点灯される場合がある。また、外側の赤色の星は、半期を掲げるのと、同じく、 悲劇的な出来事が起こった際に赤一色のみ点灯されることがある。こうした出来事にはアメリカ国内で起きた悲しい事件のほか地域の交通事故による死者を弔う場合などが含まれている。ネオンの色は2001年のアメリカ同時多発テロ事件を受けて赤白青の三色に固定され以来2007年4月まで6年近くにわたって三色のままであった。 2006年8月12日、ロアのク市により、電気系統の重要なグレードアップが行われたため、スターは8日間ほど消灯された。この際、ケーブル保護用の古い接続箱や、変圧器、電気配線、何本もの電線が入った、コンジットクだは、取り替えられた。こうした装置の多くは、スターが建設された1949年により、ずっと使用され続けていたものである。 このアップグレードは10万ドルの費用がかかったが、将来的にメンテナンスの必要が少なくなるために、工事によって市の予算を節約できると期待されている。2007年4月17日付のニュースで、ロアのク当局社はスターへ電力を供給する送電線に木が倒れたため、ネオンがしばらくの間消灯するだろうと述べた。スターが2007年4月22日に、 再び点灯した際、バージニア高貨大学従覧車事件を痛み、色の配列は希望の象徴として、再び以前の全白色のネオンへと変更された。しかし、ロアノーク市議会は2007年5月15日に発行されたニュースの中で、2007年5月24日から元の3色のネオンに戻す決定を下した。これは、ロアノーク市の公式ウェブサイト、 ロアのク志がスターを赤、白、青のネオン色へ復帰のプレスリリース内で述べられている。ミル・マウンテンスターは27メートルの高さを持ち、総延長600メートル分のネオン管で構成されている。ネオン管すべてを発行させるためには17,500ワットが必要とされる。建設には、キンジーサインカンパニーのロイシー・キンジーが彼の息子ロイ・ジュニア、ボブ、 ウォーレンらが携わった。山頂に置いた鉄製の支柱構造の上へスターを設置、点灯させる前に近隣の飛行機の格納庫内で設置されるスターがどのように見えるのかがテストされた。また、当時ロアノークアイアンブリッジワークス社の構造工学者であったロバート・エル・リトルも建設の援助を行っている。建設当時からある赤いネオン管は現在でも一部、 残っているが、白、青色部分のネオン管はすべて取り替えが行われたものである。今日におけるほとんどのメンテナンスには、変圧器の交換やブレーカー回路の修理が含まれている。スターは1949年11月23日より、当時の市長 AR ミントンによって点灯された。点灯したのは市長のミントンと伝えられているが、彼は、 儀礼用のスイッチ模型を押しただけだったと報告されている。実際は模型のスイッチが押されたと同時に建築に携わった人物の一人であるボブ・キンジーがブレーカー回路の後ろでスイッチを動かしていた。ミル・マウンテンスター前方の高台から見下ろした夜景スターのすぐ前にはロアノーク渓谷と特にロアノーク市街が一望できる高台が設置されている。この高台は ロアの奥前景を撮影する上でよく知られた場所であり、市内に住む人々がよく友人や家族を連れて訪れる場所でもある。ミルマウンテンの頂上にあるスターの近隣には小さな動物園もある。このミルマウンテンズーはもともと完全な子供向けの動物園であったが、その後数々の展示品や動物を所有するなど、拡張が行われた。動物園は2006年7月に、 ウプスという名前の日本ルが数週間脱走したことで一時的にメディアの脚光を浴びた。ルビーという名のメスのアムールトラも動物園に1988年11月に収容され、その後2006年12月10日に死亡するまでよく知られていた。このトラはバージニア集団ビルで違法にペットとして飼われていたもので、宝執行官が発見した後に動物園に寄付された。 スター、高台、動物園の3つのスポットは、ロアノーク市、または、ロアノーク山脈にある、ブルーリッジハイウェイからのどちらからでも行くことが可能である。1910年から1929年まで、現在のカリリオン、ロアノーク記念病院がある、市の近隣から山の頂上まで、ケーブルカーが走っていた。ケーブルカーの線路は現在でもはっきりと確認することができる。 当時の主要な目的地は小さな宿泊施設であった。若年の労働者向けにロアノークを魅力ある街にしようと貢献するある団体はこれまでにこの宿泊施設を再び建設する提案を行ってきている。スターとその周囲のキャンプ用地はピクニック地として人気がある。また、これらは夜になると人気のある手割り場にもなってしまうため未成年者の飲酒をやめさせ、 ロアノークの外出禁止時刻を守らせるために、市警察が定期的にパトロールを行っている。ちなみに、ミルマウンテンの頂上は、海抜530メートルである。前述の宿泊施設は、1964年から1976年に消失するまで、ミルマウンテン劇場の最初の拠点となった。火事の後、ミルマウンテン劇場は、 数キロメートル北西にある近年改装された古典的な映画館のグランディンシアターへと移転した。このシアターはロアノークのラレーコート地区に位置していた。1983年、ミルマウンテン劇場はミルマウンテンシアターへと名称変更し、ロアノーク市街地のマーケットスクエアにある施設であるセンターインザスクエアに移転した。その近代的設備のためミルマウンテンシアターは ロアノーク地域全体の劇場となったのである。ロアノーク地域にある多くの企業や団体は、その名称にスターシティの文字が入っていたり、ロゴに星を使用している。また、ミルマウンテンにちなんだ名称が付けられているものも、いくつかある。著名な例としては、地域の喫茶店チェーンである、ミルマウンテンコーヒーティーがある。ありがとうございます。